アーニャとヨルさん出したんだからロイドの動画も出せよということで、今日は大人気アニメスパイファミリーのロイド・フォージャー風キャラメイクについて教えます。まず顔なんですが、4番もありかなと思うんですが、個人的に好みなのが7番なので7番にします。服装なんですが、スーツを選んで色が若干緑寄りの色を選んで、ネクタイを淡い赤色にします。次に髪型なんですけど、これが17番か19番で悩んだんですけど、ロイドの襟足はここまで長くないので今回は17番にします。色は金髪にしましょう。目の色は青色のどちらかにしましょう。今回はこれにしときます。ぶっちゃけこれで完成なんですけど、ロイドはたまに帽子をかぶるので、今回はおまけでアクセサリーの8番をかぶりましょう。色は白でいきます。あとは帽子の大きさを調整したりして銃を持たせれば、はい完成。よかったら皆さんもやってみてください。ロイドさん結婚して。